そして歯はいつ磨くのか。これは先ほどちょっと言いましたけれども、食後です。食後すぐです、これも。これは先ほど言いましたように、そのためには歯磨き粉をつけずに、食後すぐに磨いてください。そうすると、でここでちょっと歯ブラシだけで治った症例をお見せしましょう。これ初診で来られた患者さんですね。11年10月15日ですね。もうこう排尿しております。そしてからここにフィステルができております。もう歯肉もブヨブヨですね。腫れております。でこの人をこれは、10月28日ですね。ですからまだここにフィステルの跡が残っております。でも歯ブラシだけでこれだけ歯茎が締まってくるんですね。わかりますね。ここのアタッチドギンギバ、これがもうなくなって、もう普通の腫れた軟組織になっております。それが約2週間後ぐらいですね。もうこれだけもういわゆるだんだん白くなってアタッチドギンギバができてきておりますね。はい。でこれが11月25日ですね。約1ヶ月経ちました。もういわゆるフィステルは消えてきております。でここにもうきれいにもう、いわゆるリアタッチメントというのが起こってきてますね。でここが白くなってくるというのは、これはアタッチドギンギバが出てきてるということですね。ですからこの、アタッチドギンギバをできるような刺激を与えないとダメということですね。これを健康な人でもこれをその作っていくんですね、アタッチドギンギバをね。でアタッチドギンギバを作ればですね、ほとんどペリオにはなりません。これが問題なんですね。で一番のいいペリオ、いわゆる歯周病の予防、まずしてはいけない磨き方、ゴリゴリ磨きですね。こういう磨き方をすると歯茎部に喫上欠損が起こるし、歯肉の退縮が起こります。それと歯肉のマッサージが全然できないので、歯肉の健康促進、血流の改善もないんですね。ですからこの磨き方は全然その百害あって一利なしのような磨き方です。ですからこういう磨き方はやめましょう。でまず、歯茎に平行に歯ブラシを当てます。こうすると直角に当てると痛いので、歯茎が痛いので歯茎に、歯に平行に当てます。そして歯茎の方に軽く押さえます。そしてそのまま歯の方向に引き上げます。ゆっくりと。